はい、新大城ぐらいの皆さん、こんにちは、新です。今日の場所です。充電も終わってないので 今日は ペンギンの問題、面白大図鑑プレートを紹介していきたいと思います。 ちょっと集めてたんで、まあ、紹介していきたいと思います。皆さん、ペンギンの問題を知ってますかね？はい。まあ、テレビでもやってますね。今やってんのかわかんないですけど。ではまあ紹介していきます。偽勇者ベッカムダウンですね。次は B 型ベッカムです。次、天才ベッカムですね。次、調和ホトのベッカムですね。最後、勇者ベッカムです。はい。まあ、ペンギンの問題ですね。まあ、コロコロコミックをよく読んでてました。はい。まあ、面白かったですね。ペンギンの問題。皆さんもぜひ。コロコロコミック読んだ方がいいですよ。まあ、全部僕はね、まあ、最近も買ってませんので、よろしくお願いします。まあ、ちょっと最近ペンギンの問題はね、なんかあんまり、わかりませんもん。はい、ということで、今日のですね、ペンギンの問題、面白大図鑑プレートの紹介でした。以上、新 AOJ751 でした。ありがとうございました。